シュシュシュ。こんばんは、皆さん。こんばんは。今日はお家ではなくて事務所からお届けさせていただきたいと思います。皆さんこんばんは。今日も一日お疲れ様でした。待ってくださいね。暑いですね今日。よいしょ。今日も暑いです。髪の毛収まらない。はい、というわけで公式サイトで発表があった通り、私小島愛子は ST48 を卒業することとなりました。今日の12時ちょうど正午ですねにお知らせがありますっていうことで、8時発表、それから8時30分から配信っていうお知らせをさせてもらって、でも今日一日めちゃめちゃ長く感じて、もうその間にファンの皆さんがいい報告であることを願いますっていうそのリプライとか見てて、ちょっと申し訳ないなとかって思いながらね、きっと写真集に違いないって言ってすごい前向きに、もちろん写真集は発売するんですけど、すごいポジティブに捉えていらっしゃる方とかもいて、ちょっと心が苦しくなりました。ちょっと早く私の口からいろんなことをお話ししたいなと思った、そんな一日でした。そうですね、何から話していったらいいのかな。そうだよね、いっぱい質問が来ることは分かってはいたんですけど、じゃあまあ順番に卒業を決めたのはいつ頃かから遡って、まあそうですね、時系列を追ってちょっとお話できたらと思うんですけど、と私が卒業しようと思ったのは最近のことではなくて、で1年以上前からずっと考えてたんですね。はい、なので去年の夏のツアーの頃には私はグループを卒業することを実は、考えてて、すごい頭の片隅に ありながらずっと2023年昨年は活動を実はしていました。
そうなんです。で、うん、そうで、卒業しようと思った理由とかきっかけっていうのは、うん、本当に今までたくさん、え、待って、地震じゃないか、待って、私私なんかもう緊張して、あのなんか視野が歪んで今、あ、私が揺れてるのか、ごめんなさい、すいませんすいませんすいません、びっくりした、なんで、あ、違います、ごめんなさい、私が揺れてるだけでした、ごめんなさい。え、何の話してたっけ、違う、ちょっと待って、何の話した、あ、そう、え、本当に何の話してたっけ、ちょっと待って、あ、そうそうそう、あの、ま、や、卒業するそのきっかけ、なんか大きなきっかけは本当にたくさんのことを、昨日の夜ご飯の話、違います、ちょっともうそらさないで話を、そう、卒業を決めた理由はですね、本当にたくさんのことを経験させてもらって、もう私はアイドルやりきったと思うって自分の中で、なんかすごいこう今までのことを振り返ってふと思ったんですよ。で、それからグループを去ることを視野にずっと活動していたわけなんですけど、うん、そうですね、なんか本当に私は卒業発表の文章に書いてあった通り、21、22歳、まあちょうど22歳になった時に ST48 に入って、で、やっぱり大人メンバーとして活動させてもらってたんですけど、ちょっと待って、目の中にゴミが入った、ちょっと待ってねちょっと待って、今日何も持ってきてない、ちょっと待って、あ、違う、泣いてるわけじゃなくって、本当に今目の中にゴミが入った、やばい、痛い、何の話してたっけ、待って泣かないで、泣いてはなくって、ちょっと泣いてはなくって、ごめんなさい、ちょっと待って、あ、すごい泣いてますよ、心はすごく泣いてる、みんなの気持ちを思ったら、え、そう、まあ大人メンバーとして、うん、加入して、もう最初はなんかなんて言ったらいいかな、今から私がアイドルやっても大丈夫なんかなっていう、もう不安しかなくって、でも本当になんか年齢は関係なくて、ちょっと待ってくださいそれで私が正座して配信してるのがバレた、あ、ありがとうございます、すいません、あのマネージャーさんがあのゴミが入ったということで、ちょっとあの目薬を持ってきてもらいましたちょっと待って、こんな感じの配信になるつもりはなかったんだけど、ごめんなさいね、ちょっと目薬させてくださいね、もう本当に待って、ちょっと待って、本当にしかもさ、あのね、私椅子さっき始まる前に椅子に座ってたんですよ、そう、椅子に座ってたんだけど、ちょっと画角が気にならなくって、正座
正座してるんですね。だからちょっと足がしびれてきたら配信をやめようって思ってて、そしたらちょっとそれどころじゃなくなりました。あ、OKOKOK です。泣かないで、あのごめん申し訳ないけど、あの本当にごめんごめん、泣いてはなくってゴミが私の目の中に飛び込んできたので、ごめんなさい、泣いてはなくってすいません、泣き、はい、待って、本当に待って、ちゃんとしよう、ちゃんと話します。でも何話していいか分かんない、待って。あ、じゃあどうぞ、あの質問どうぞ、ちょっと仕切り直し、はい、どうぞ。芸能界にはそのことについてなんですけど、私はですね、もうこのこの、 あの ST48 を、卒業したら私は芸能活動はやる予定はありません。はい、ちょっともう、はい、皆さんの前から消えてしまうんですけれども、消えるってなんか良くないかな。みんなにとっての、幻になる感じです。はい、 OL に戻るんですか。あ、 OL、 いや、そこはちょっと秘密です。なんで OL 限定なんですか。ん、幻、年齢のことで運営からプレッシャーはありましたか。あ、それが本当に全くなくって、あの運営さん側からあのプレッシャーがあったわけではなく、あのですね、私のことをすごくあの心配してくださるファンの方からの方がよく年齢について言われてたんで、あの本当に運営さんからはもういつまでもいていいよぐらいの感じで、年齢制限はないよみたいな感じで、やってもらってたので、別に私もなんかその年齢をきっかけにとかっていうのは特になくって、辞める理由としては、はい、うん、でもだからといってそのファンの皆さんからの圧でもうやっていけないかもって思ってあの辞めるわけでもないので、はい、大丈夫です。でもどっちがあの、まあ、はっきり言うとどっちがうるさかったかって言ったら、あのファンの皆さんの方が年齢についてはちょっとうるさかったです。はい、ごめんなさい、あのすいません。なのであの運営さんからはなかった。ごめんなさいね、ちょっと正直言って。はい、わ、これ待って、こういう配信ってさどうしたらいいんだろう。てか見られてるよね、きっといろんな人に。ちょっと真面目にやります。で、もうだからちょっとこれを機にもう皆さん言わないでください、もう年齢のこと。はい、ダメです、もう今からも禁止です。はい、ギフトありがとうございます。
ぶっちゃけますと、年齢については私全然気にしてません。本当にぶっちゃけて、うん、じゃなかったら22歳からアイドルしてないですね。はい、はい、他に質問どうぞ。あ、りのんちゃんタワーありがとう。はい、ありがとうございます。はい、ですね、そう、表舞台にはもう出る予定はないです。もう、うん、それから、写真集は発売します。はい、とても素敵な写真をたくさん撮っていただいて、あとはいろいろと詳細を発表できるように進めていってる段階で、まあ、近々いい報告ができると思いますので、皆さんよかったらね、はい、年齢の数だけ写真集いかがでしょうかっていう感じです。はい、いや、まさかね、3歳5歳の方がここにいらっしゃるとは思いませんので、はい、年齢の数だけゲットしていただければと思います。はい、うん、他に何かご質問あれば何なりと受け付けます。ちょっと足がしびれてきた。SNS は何かやりますか？今のところあんまり考えてないけど、まあ、普通に一般人としてインスタできたらなとは思ってますね。 X はやらないかなって感じです。ですね、最終活動日はまだ決まってません。2期生オーディション1位通過トップの重圧、そんな5年間ずっと重圧に苦しんで活動してたわけではないです。本当に活動期間楽しかったです。はい、相談したメンバーは秘密です。ちょっと待って、ちょっとさ、秘密ですっていうときさ、小指にしたらセクシーだね。鼻ほじって言わないで、やめて。ちょっと待って、ダメだ、なんか思い描いてたあれなんか違う。待って、配信の感じと違う。どうしよう、もう地震と勘違いしたところからちょっと狂ってしまった。最終活動日はまだ決まってないので、うん、でも12月はもういないかな。
でもその残った期間で本当にいろんなことができたらと思ってるので、ですね。あ、タワーありがとうございます。皆さんタワーありがとうございます。あ、生誕祭はもういないと思います。どこか体を痛めてるところはないです。はい、ないです。そうなんです、今来た、やっぱり卒業なんだね。そうなんですよ。なんかごめんね、ありがとう、今まで元気で元気でね。あ、ごめんなさい、早かった、ごめんなさい、早かったね、ちょっとごめんなさい、まだいます、まだいます。ファンミは開催予定ありますか？うん、やりたいと思ってます。はい、え、でもね、この私がなんでこんなちょっとあっさり気味でやってるのかっていうと、私もうみんなが思ってるよりすごく涙もろくって、だから公園でちょっと待ったってやろうかなとも考えたんですけど、私ね、あのファンの方の顔を見てしまったら多分喋れなくなると思って、喋れなくなると思うし、で多分もうあの花垂公園の間になんかいきなり私が泣き出して、え、どうしたみたいな感じになると思う、なんかなりそうだなっていうちょっと危険性を感じて、そうで、ちょっと待ったってやった時も今日はみたいな感じでとかなってしまったら、ちょっと形にならないかなと思ったので、公式サイトから先に発表させてもらいました。うん、そうなんです。そうですね、今私何分配信してますか？新公演は私は出ないと思いますね。はい、あえて公式サイト見ないで配信に来た。あ、そうなんですか。はい、ちょっと足がしびれてきたちょっと待ってくださいねなんで正座で始めたんでしょう。でも嘘ではなくて本当に卒業するんですよ。ねえ、ちょっと待ってよ、みんな、まださ、まだ私今日去るわけじゃないから、一般人になってもってちょっと言わないで、まだ数ヶ月アイドルでいさせて、ねえ、さよなら、まだちょっと早いからやめて。早い、うん、3ヶ月とかですかね。あ、ちょっと待って、本当に今足がしびれてやばい、ちょっとやばいっ
かりました。あとじゃああと何個にしようかな。私がまあ愛子だから、まあ、あと15個ぐらい質問に答えたらじゃあ終わります。はい、ドッキリでやってほしい、ごめんね。結構ありますか。まあいいや、15個。え、じゃあ答えないよ答えないよ。私が15って いいじゃないですか。私が15って言ったら15個答えさせてくださいよ。5年間で一番嬉しかった出来事一番って難しいですね。じゃあこれ1個目、一番嬉しかったことは選抜に入れたことです。はい、7枚目シングルヘタレタチオで選抜に入れたことが嬉しかったことです。あ、この後あの配信が終わったらブログ更新されるのでよかったら見てください。はい。2、運営さんに卒業を申し出たのはいつ？そうですね。今年のどっちだったっけ？3月かな？4月。あ、4月です。4月です。これからの STU に期待することはありますか？これからの STU に期待すること、え、もう多分大丈夫。すごいね、なんて言ったらいいんだろう、みんな隠し持ってるから、みんなね、あの魅力を隠し持ってて、それをね、あの今後どん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 爆発なんて言ったらいいんだろう魅力を爆発させて いくから大丈夫大丈夫、うん、大丈夫だよ。そう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 、期待、私もこれからの ST48 は応援していきたいと思います。メンバーのリアクションを見てたら卒業のこと誰にも話してなかったのかな。それは秘密です。あ、でもリンコにはあのずっと相談してました。ずっと、うん、ずっと話してたかな、リンコ、リンコには、うん、これ今何個目？4個目でいっか。卒業まではいつも通り配信します。メールとかもあの SNS とかもいきなりパタッと終わっちゃうわけではないのではい、残り数ヶ月よろしくお願いします。みんなを楽しませられるようにやりたいと思います。一般人になってやりたいことは決まってる？何個かあるけどまだ絞れてないです。
高崎綾子イベント第2章はする？あ、でもね、やりたいですよね。何かイベントはできるだけたくさんやりたいです。はい、健康アンバサダーはどうなりますか？ソラハさん、ソラハさんがきっとお一人で頑張ってくださると思います。あと7個ですね。卒業までにファンとの楽しい思い出は何がしたいですか？あ、でもファンクラブイベントはやりたいなと、またね、リニューアルされますし、やりたいなと考えてます。それは計画していきたいと思います。歌うお仕事をされる予定ありますかって来てたっけ。ありません。歌う予定もありません。演技する予定もありません、今のところ。卒業後は今の SNS 消しますか？いや、消さないと思います。あと4個。新生スタジオ公演は見れますか？あー、でも最後に新しい公演になっても、スタジオ公演は最後頑張りたいと思います。それが1回だけの公演でも頑張って出させてもらえるのであれば、頑張って覚えたいと思います。じゃあ、あと3つ。3個。どうしよう。あ、タワーありがとう。2期生でした思い出作りは24時間配信がしたいです。じゃあ、あと2個。広島、引っ越します。広島からは引っ越します。はい、予定です。じゃあ最後1個。ファンの皆さんに一言。はい、 OK です。ごめんなさい、なんかいろいろとなんか真面目に配信しようと思ったんですけど、ちょっと私には向いてなかったみたいで、うん、なんか自分でも恥ずかしいぐらいなんかグダグダなものになっちゃって、すごく申し訳ないんです。でも本当に卒業発表をする時の文章とか考えてる時とかは、うん、
なんか自然と涙が出るくらい本当に、なんかファンの皆さんの顔とかを思い浮かべたり、あと今までよくしてくださった、スタッフの皆さんだとか、私のに関わってくださった、大人の皆さん、支えてくださった皆さん、それから本当に一緒に頑張ってきた同期だったり、たくさんいろんなことを教えてくださった先輩だったり、これからね、たくさん、大変なことあるだろうけど頑張ろうとしてる後輩のみんなのことをいろいろと思い浮かべて、文章を考えてる時にずっと泣いてました。本当に寂しいなっていう気持ちはあるし、そうですね、もっと居続けたいなって思うこと、思わなかったことはないです。みんなともうちょっと一緒にいようかなって思ったりもしたんですけど、でも、やりきったと思えるんですよ、はい。自分の中でそう、本当はもう1年前に言おうかなって思ってたんですけど、なかなか言えなかったのでまあ1年間悩んだ結果、今やっと言うことができたというふうに思ってください。そのぐらい、はい、すごく私のことを受け入れてくださった皆さんも、 ST48 の存在もすごく私にとって大切な大切なものです。ありがとうございます。またよく、いろいろと写真集の発売日が言える日が来たり、それから最終活動日だったりとか、あと残りの期間会えるイベントがあったりしたら、またその詳細はすぐにお伝えできたらと思ってますので、残りの時間まださよならとは言わずに一緒にいてくださると嬉しいです。はい、それでは今日の配信はこのあたりで終わりたいと思います。はい、ではります。皆さんたくさんの温かいお言葉と、それからギフトありがとうございます。はい。今日一日ごめんね、ドキドキさせちゃったね。ごめんね。私もそわそわしてました本当に。でも出会いがあれば別れがあるということで今日はちょっと苦しいけど、お別れのタイミングをお伝えさせて、お別れすることをお伝えさせていただきました。はい、それでは配信とかは引き続きやるので、今日はこの辺で終わります。壇上読みます、13位空飛ぶドラえもんさん、
変わった。13位マグさん、12位ガンちゃんヨッシーさん、11位ケンケンさん、10位クジマサさん、9位シロフクロウさん、8位ジャボテンさん、7位おつかれさん、6位シュージさん、5位メロディーさん、4位世紀末の人間さん、3位おみかんさん、2位ブンさん、1位はりのんちゃん、ありがとうございました。それではこの後ブログ更新されたりするので、ぜひチェックをお願いします。それでは今日皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。